皆さんこんにちは、ヤマト財託藤原です。収益動産を活用した資産運用コンサルティング会社で代表している藤原です。本日のテーマはこちら。あのボロボロ物件はどう生まれ変わる、リノベーションプランの立て方と具体のプランを紹介します。まずですね、以前の動画なんですけども、こちらをですねご覧ください。この帳板も曲がっちゃってるんで、これはもう全部変える。そうですね。うわぁやばいね。外からでも入ってんのかな、これ植物。これ中にから、これやな、リビングダイニング、ここでね、はい、リビング、ここまでですかね。もうこれあれやん、ジプトン落ちてるやん。あ、そうなんですやばいなこれ。もう2階のスラブ、コンクリートがこう見えて、見えちゃってるこういう状態なんですけど、ダイニングスペースに来ましたけども、全くもう今何も、まあキッチンの残骸がちょっとあるんですけど、ここら辺もなんか解体してやっぱりパネル貼る感じですか。これバラ窯でいいですよ。これね、バラ窯なんで、もう今はもう使われてない、これタイルのね、お風呂ね。うわ、もう荒れ放題ですねこれね、ほんまに。バルコニーちょっと最後どうなりますか、ここは。いやー、近年稀に見るハードなお部屋でしたということでですね、当社で仕入れをしたですね、ボロボロの物件、これがですね、どう生まれ変わるのかシリーズでお伝えしていくんですけども、本日はですね、その中のリノベーションプラン、どのように作っていくかというのをですね、皆さんにご紹介したいというふうに思います。まず本物件のプラン、どういうふうにしていくかという話と、あとリノベーションする上でのポイントですね、当社ノウハウありますので、表に出せる概要の部分だけなんですけども、この2点についてお話をいたします。ではここでですね、当社の社員がどういった形でこう打ち合わせをしているかっていうちょっと映像ありますので、ぜひそちらご覧いただきたいというふうに思います。どうぞ。この場所、リーシング観点としてイメージ持ってるのは、かなり高低差がある場所になっていきます。あ、そっからまだこれ上りで、そうです、こっちも上りなんですね。で、こっち高速でしょ。うん、坂えぐいな。えぐいです。若い人、ね、若い人ですね。学校区がいいから、ファミリー人気やから。そうですね。多分この辺物件あったよね、うち。あります。間取りが。直間に行く。そうです。単身がカップルぐらい。地区が45年。45年。45年以上の物件でいつも困るのが、まあ、お風呂とキッチン、トイレだったりする。まあ、実際にちょっと現場見てみると分かるんだけど、まだかなりの大手術が必要だ。お二元も要点、うん、要点していただいて、そうですね、1L 要点みたいな感じですかね。実際あの玄関がこう、はい、まず、あと冷蔵庫をどっちに置くかでも、うん、多分その家電収納とか置いたりすると、はい、これファンスクリーニング終わった後の、これは流し台綺麗けど、基本も、うん、あれシステムにする、システムにした方が奥まで光が入りやすい。うん、だからまあこっちの袖壁残して、この2枚 の、ビルとかそのまま全部スライドしてるやつ、収納できる感じで。そうです。天井のキーパーとかですね。ああ、 RC の物件やから天井抜いてコンクリートが切れかったら、うん、コンクリート打ちっぱなしをそのままセルフタイプのものにしたいんだけど、うん、ちょっとそこは解体してみたら分からない。うん、ここは手すりとかも当然入るんですよ。手すりもね、折れそうですもんね多分本気を入れてから室内のコンセントとかって全部入れ替えですよね。入れ替えでしょ。あとモニターも忘れてほしいですね。あ、そうですね。大谷でチェック1個稼げるんで、うん、いい外壁ですね。一応そうそう、3パターンちょっとシミュレーション作ってって言われたから、こっちを作って、こっちも明るいね。今こんな感じ。今これです。今の写真がこれです。もう一回 Google マップでさ、上空から元の色から考えたらリフォームしたって感じ出ないですか？ベージュって。白丸み出しそうやな。でもそうですね。周りの点と比較する。だからあの大和カラーにする理由っていうのが、薄い色にすると壁の痛みとか汚れとかがどうしても目立って、うん、あ、黒のシックな感じだと思った。こっちでいいんじゃないですか、うん、汚れ目立ちにくいし。僕もそう思います。黒で、黒でいきます。
はい、いかがだったでしょうか。社員からですね、いろいろな意見出て方向性決まったんですけども、一部重複する部分もありますけども、私の方からも解説をしていきます。まずターゲットコンセプトについてなんですけども、賃貸物件の場合はですね、やはり入居者さんにいかに選んでいただけるかというのが大事なので、入居付けの視点っていうのが非常に重要となってきます。今回のこの物件っていうのがどういう特徴があるかというと、ちょっとこう小高いところに建っている物件なので、坂があるというところで、あとは生活利便施設ですね、幼稚園とか学校とかスーパーなんかも近所にありますので、どちらかというとこう年配の方向けというよりは、若いカップルとかですね、新婚の方向けに部屋作りをしていくのがいいんじゃなかろうかという、まあこういう仮説が立つわけなんですよね。その上でですね、内装どのようにやっていくかということなんですけども、まず当社が仕入れた段階でですね、こういう間取りでした。ダイニングキッチン 4.5 畳でですね、和室が2間ということで、直接こう部屋が続いているのを我々直間って呼んでますけどね。で、和室っていうのが当時主流だったみたいですので、まあ築年数が古いとですね、こういう間取りが多いんですけど、これをですね、先ほどの若いカップルとか新婚さんがこの間取りでですね、住んでくれるかというと無理ですよね、これはね。こういうのはですね、ターゲットに合わないので、ターゲットに合ったリノベーション、リフォームをしていこうという、こういう話になってきます。具体的にはですね、さっき映像もあった通り、もう朽ち果てた物件ですので、基本的に設備関係は総入れ替えとなります。で、ユニットバスにここは変更しますし、キッチンもですね、スイート付きのキッチンに、これを入れ替えます。で、あと、まあ、収納関係はですね、クローゼットにして、まあ、こっちはフリースペースの棚にしたりとかですね。あと、ここですね。今これ、部屋は区切ってるんですけど、ダイニングキッチンみたいな形でですね、大きい空間にして、広々とですね、テレビ置いたりとか、ダイニングテーブル置いたりとか、そういうのはできるような空間にしていきますので、襖を撤去してですね、ここはあえて壁は残します。ここにまあ、冷蔵庫置きたいのと、こっち側にもですね、テレビボードとかですね、まあ、いろいろ置かれると思いますので、まあ、こういう壁があった方がいい場合もありますので、まあ、一部ですね、壁は残しながらも、襖は撤去していくという、で、大空間を作っていくということになりますし、ここは部屋を区切りたいと考えてますので、寝室になりますので、ここはまあ、襖なんですけど、3枚のですね、扉にして、寝る部屋と生活空間、これを分けていくという、こういうプランニングになります。もちろん和室だとですね、選ばれませんので、ウッドタイルで洋室にしてですね、和室から洋室にこう転用する、車内用語かちょっとわかりませんけど、用転するという、こういうこともやります。で、あとですね、水回りの関係で、室外機の置き場、バルコニー側になりますけども、室外機置き場と、あとエアコンですね、室外機置くという、まあ、ざっくりと、こういった形になります。あと、スイッチコンセントですね。こういったものはすべて新しいものに変えたりとか、テレビモニターフォン設置するという、細かいところですけど、変えていきます。で、こうなるだろうという予想図といいますかね、こう変えていくということで、玄関入るとですね、大空間の LDK があって、あとは、お休みになるですね、一つの部屋があると。1LDK という、こういう部屋にリノベーションしていくというこういう話になります。で、あと外壁に関してはですね、今こういう朽ち果てたローメンテの状態なんですけど、当社でよくやるカラーのレイアウトと言いますかね、配色なんですけど、まあ黒を基調としたものにして、こうシックな感じに仕上げてですね、若いカップルとか新婚さんに受け入れやすいですね、建物にしていきたいというふうに考えてます。ということでまとめますとですね、リノベーションのポイントとしては、まずターゲットを明確にして、それに基づいてですね、内装外壁を考えていくというところ、で、あとは物件の状況に応じてですね、リノベーションしていきましょうよということなんですね。もちろんですね、お金をいっぱいかけるといい部屋できますけども、結局投資でもありますしね、お金かけてリノベしてですね、引き渡した後にですね、そこが壊れたりするとまたそれ同じぐらいの設備入れないといけないとかありますので、まあやはり賃料とかですね、部屋の状態、これを鑑みて適切な費用でですね、競争重視のリノベーションを行っていくということでですね、工事費を抑えながらですね、入居付けしやすい部屋作りができるかなというふうに思います。ということでですね、ボロボロ物件がリノベーション後どのようになっていくか、ぜひご期待いただけたらというふうに思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。動画の内容がよろしければ高評価と、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。